ら、ワイフスワイヤーさん、お仕事帰りですか？ええ、ちょうど任務が終わったところよ。最近あなたの噂をよく聞いてるわ。優秀らしいじゃない。一体どこでそんな。恐縮です。とはいえまだ学生の身ですし、精進の足りないところもあるのですが。いい心がけね。あなたみたいな人がうちにもいたらいいんだけど、どう？うちでもアルバイトしない？なーんて。ありがたいお言葉ですが、これ以上やることを増やしてしまうと学業がおろそかになってしまいそうで。そうよね、探偵事務所もあるしね。ええ、放っておいたらどうなることやら。心配の尽きない人たちですから、私はちゃんと見ておかないと。それは責任重大ね。